だからパソコン上で言いますとですね、こうあってさ、なんか OS がこうあるんだけどさ、OS ってなんですよね、OS ってそこで、この上にソフトウェアがなんかこう載ってる。これは滝田先生の方が多分詳しいと思うけど、それでね、ここがいろいろ動いてるのよ、勝手にチャッチャカチャッチャカ。それでこれはさ、ディスプレイされてるんだよ、パソコン上で。だけどこの OS 上をさ、チャッチャカチャッチャカチャッチャカ、いろんなのがこう、こうやってくれてるわけ、いろんな作業、そういう感じなんだな、こう話し切って。だから眠ってたら消えるというような意識じゃないんですね、この自我意識っていうのは。でこれはね、それでどういうふうになってるかっていうと、この荒屋敷っていうのはさ、どういうのかっていったら、まず有意識なんかの説明上ではですね、無限の過去からですね、ダーッとこう蓄積した。でまあこれご存知だと思う、アーラヤっていうのはさ、ちょっとスペルは知りませんけど、アーラヤでしょ。アーラヤっていうのはヒマラヤラヤのこれらや、でこうこれはなんつうの、漢字で言うと象なんだ。だから蓄えてるっていう意味だ。だからアーラヤ式っていうのは、ヒマラヤってヒマっていうのはなんかヒマかな、ヒかなんか知らないけど、これは雪だよ。だから雪を蓄えてるのがヒマラヤで、でこのラヤっていうのは一緒でですね、あっていうのはこれはなんかこう、なんていうの、過去の経験とかね。過去っつってもさ、2つあって、あそこにあれあるんですから、あそうだけど、経験つって、経験もさ2通りあって、生まれた後ね、これはまあよくわかりますよね。生まれた後まあ、いろんなみんな経験、親がいて、ああでもないこうでもない。素晴らしい。でこれ生まれた後の経験っていうのは、これはまあすごくいろんな記憶に残ってる。でこれ生まれる前も入ってるんだな。でね、どれぐらいの前かっていうとね、だから一応説明ですよ、有意識の。ずっとにこう、なんていうの、要するに宇宙が始まって以来なんだな。だからもう少し分かりやすく言うと、爬虫類とかさ、人間がまあ爬虫類だったかどうかっていうのは、いろいろあれなんだろう、猿の時代とかね、そういうこう魚の時代とかあったかもしれない。そういうのを全部蓄積されて、それを持ってきてるのがアーラヤ式だ。まあ、もっとすごく分かりやすく言うとさ、生まれる前ってのは生まれた時だよな。生まれた時の話で、生まれた時さ、いろいろ人ってのは最初から持ってるわけじゃない。例えばまあ分かりやすく言えば個性になるのかもしれないけどさ、その後の教育だけじゃないでしょ、人ってのは明らかに。生まれた時にさ、まあ、哲代さんがよく得意なのでさ、ほら、我が強いやつね、独占欲が強いやつはね、母親のおっぱいを吸う時ですね、普通の子供は片っぽだけなんだけど、独占欲が強いやつはね、両方押さえるって言うから人に取られないように赤ん坊の時からだから、まあこれは非常にあれですけど、端的な例だけど、例えばこう生まれた時に持ってる、例えば動物の時から多分持ってるんだと思うんだな、憎しみとかね、憎悪とか攻撃性とか、こういうのは多分生まれた時に持ってるんだな。でこれは多分ずっと昔からのさ、過去のなんつうの、いろんな思い出っていうか、なんかそういうものがぐしゃ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 って溜まってきたって、まあ、考えられないこともないよね。でこれがここにあるんだよ、橋木。そしてこの橋木を、このマナ式、まあこんな話になっちゃって、まあ面白いでしょ。マナ式はこれ有意識の大体イメージは
こういうことだと思う。難しいからさ、本読むと。本読むとものすごく難しくなるんだ。もう、わからないからさ、すごく読んでる。そうするとね、これをさ、こいつがですね、外に見るんだよ。だからここが主体なんだよ。要するに開いてみると、ここで憎たらしいなと思うでしょ。憎たらしいがここにあるわけ。憎たらしいの、こういうのが、いろんなのがこう詰まってるわけ。で、これ自分は憎たらしいなってこうと、自分はなんだ、ここは。ここはさ、憎いって終わりなんだ。で、ここに入る、ここが絡んでくると、私があいつを憎いなんだ、私が入る。ここがね、話がややこしくなるんですよ。ここは、ここでね、だから憎い、まあ可愛いとかさ、まあこれがまあ、まあ意識化されるんだけどね、まあ本当は意識化されるってくるんだけど、でこういうものを外側に見るんだな。だからね、例えで言うとね、ここがね、王様、これは親王っていうんだな、王様でね、ここがね、お妃さんみたいな感じなんだ。で、王様を外側に見て、それで、お妃さんが私だ私んだってやるわけだ。だから感情自体がこう自分の感情にしちゃうんだな。それでどういうことが、まあ、実際起きるかというと、憎たらしいって感情を外側に見るから、で今度自分が憎たらしいっていうふうに思ってると思うわけだ。そうすると自分はそういうあんまりに憎んじゃいけないと思うわけ。そうするとここで葛藤を起こすの。で葛藤を起こすからますますこの自意識が強くなっていく。こういう構造になってるんですね。でこれを有識だと何つうの、訓従するっていう言葉がない。訓っていうのは何つうの、訓正の訓ですね。こんな字ね、訓従。だからなんかなんだっけ、ベーコンとかさ、なんか桜のチップでさ、あ、燻製か、燻製、桜のチップでこう煙でいぶすでや、あれをこの間でやるわけだよ。ぐぐぐぐ、それでこれが意識化されて、それでまたそれが戻ると、そういうのをこうやってぐる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 繰り返すという、まあという説明を、まあ有識なんかではする。で、そうだな。でね、よく、まあ話よりちょっと飛んじゃうんですけど、煩悩即菩提っていうでしょ。即菩提。煩悩ってのは、まあ簡単に言うと憎いで、憎い、可愛い。執着ね。で、欲しい。欲望だね。惜しい。まあこういう、なんつうの、人にとってあんまり道徳的でないような雰囲気のもんですね。こういうのがたくさんある人は、それはあの人はちょっと人柄が良くないと言われるようなのが、まあ一般的に煩悩と言われてる。で、こういうものが菩提っていうのは悟りだって言ってるわけね。悟りっていうのも同じ意味です。だから憎いが悟りだと。憎いなっていうのが悟りだって言ってるわけ。これ煩悩即菩提。煩悩即菩提って言葉聞いたことあります？ない。ない。渡辺さんから聞いた。知らない。あ、よくこれ大乗仏教の煩悩即菩提って言うんだよ。これ大乗仏教でよく言うんですけど、あ、そっか、あんまりそうか、知らない。もう知ってる。あ、知ってる。煩悩即菩提っていうのは結構有名なフレーズなんですよ。キャッチフレーズなんで、要するに別の言い方すると、じゃあこれは僕の意見で、というか大乗仏教のキャッチフレーズっていうのは何かっつったらば、修行、仏教でね、
こう分ける。